疲れ様です、吉田さん。まあ欲望についてなんですけども、なんか欲がずっとなくならない人っていうのがいて、まあそれがね、あの煩悩だとか良くないことだっていうふうに考える、まあそんな思想があるのは、一定理解できるんですけども、まあそもそも欲望がなんでなくならないかっていうと、その欲望を叶えてないからだと思うんですよ。あのお腹が空いたなと思ってね、ずっとそのままほっといたらお腹が空いたからご飯が食べたいっていう欲求はなくならないし、でそれがストレスに変わるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまり欲望が生まれたのにそれを叶えていないと、それがね、なんかこう攻撃とかに向かうんじゃないかなと思うんですよ。フラストレーションとかね、それが病をまた引き込んでしまうのかなと思うんで、なんか欲望を感じたらすぐに叶えることがベストな選択なんじゃないかなと思うんですよね。その際重要なのが、自分にはこう手に負えないような力量の超えた欲望を持っちゃうと、それはもうひっくり返ってもね、あの叶えられないんで、自分の力のなさを嘆いたりとかね、なんかずるいことをして無理やり欲望を叶えちゃったりとかね、考えるのかなと思いますよね。それからあのエンターテインメントってものが世の中にありますけども、あれはなんでね存在してるかっていうと、その誰かを楽しませたいっていうことが欲望だったりするんですよね。誰かにこう幸せになってもらいたいとか、誰かに快楽を得てほしいっていうのね。で、自分の働きによって誰かが喜んだら、ああよかったっていうふうにこう自らの欲求が達成されるみたいな利他的な欲っていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、誰かにしてもらって、ああ得したとかね、誰かにこう食わしてもらって、ああ楽したとかっていうのも一つの欲望だし、まあどっちもあるのかなと。で、商売がなんでなくならないかっていうと、やっぱりね、誰かに美味しいものを食べてもらいたいっていう人が飲食店を始めちゃったりするのかなと思うんですよ。で、しかも美味しいものを食べてもらいたいと思うんだったら、別に、ね、仲良しとかね、店なんてわざわざ作んなくても家族に食べてもらえばいいのに、なんかしないけど見ず知らずの他人に食べてもらいたいとかね、そういったところから何かこう自分なりの感動を得たいとかっていうのがあったりするのかなと。まあ言ってみれば、人にはそのおせっかいな気持ちがあって、頼まれてもいないのに誰かを楽しませたり喜ばせたりとかしてね、縁の下の力持ちみたいなのもあるわけですよね。なんかその匿名で寄付するみたいなのもあるんじゃないかなと思うんですよ。なんかそのランドセルをね、全国の小学校に匿名で送り続けている人がいるみたいですけども、あのタイガーマスクみたいにね、まあ、あれっていうのは今年もどこどこ小学校にランドセルが送られてきましたみたいな、あの報道がたまに出るとね、ああよかったこれ俺のなのになとか、誰も気づいてないけどこれ俺いいことしてんだよなみたいな感じでね、誰にも言わないんだけども、こっそり誰かの役に立ってる陰徳を積むことによってね、快楽を得てる人もいるんですよね。で、あとはあの自分がね、どれだけすごいことをしたか自慢がしたい人ね。で、自慢っていうのも、自慢したい人っているわけですよ。ただ自慢させてあげないといけないかなと思いますよね。自慢をさせてあげるっていうことで誰かの役に立つっていう方法もあるのかなと思いますしね。なんかその叱られ屋みたいなのがあるじゃないですか。自慢を聞いてあげる役ってのもいるわけですよね。なんか老人の話し合いってみたいなバイトも昔にありましたけども、あれってのはそのご老人の方がね、自分がいかに人生ですごいことをしてきたかっていうことをずっとね喋って、それを肯定してもらいたいんですよね。そこにお金が発生するみたいなね、自分の自慢話を聞いてもらうのにもはやお金を払う時代が来たのかなと思ったんですけども、でもやっぱりね、あのあれですよ、どこまで行っても戻ってくるのは自慢もできないような人生を送るなってことですよね。あとはね、鼻につくような自慢程度だったらするなとも思いますよね。もう誰も叶わないようなね、あそれは確かに自慢してもしょうがないよねみたいなのをやってのけたいかなっていうことはあるかなと思いますね。まあこんな感じですか。ちょっと行ってきます。